えと、うつ病で1年間休職してました。就業規則で退職しないといけないのですが、会社都合より自己都合の方が後の転職に有利でしょうかいいえ。また転職時、傷病で当てで食っていたので、休職していたことをごまかす。いい方法を教えてください。えっと、言わなければわかんないですよ。あと、自己都合の方が失業保険すぐもらえるので、自己都合でやめた方がいいです。で、会社都合でやめたのか、自己都合でやめたのかって、あの、次の転職先はわかんないですよ。言わなきゃ。 なので別に言わなければいいと思います。で、あの、商品も手当てで食ってたっても言わなければわかんないので、あの、普通に転職しますっていう体で転職活動すればいいんじゃないでしょうか。